長寿路駅は中華人民共和国関東省甲州市にある甲州市地下鉄1号線の駅。便利で通行人に出入りし、有料区の範囲、駅舎センターから修理を通行人通路や駅の商店に囲まれ、一部の駅の店も有料区内駅舎有料区の範囲に組み余り、エスカレーターや階段へ提供して乗客ホーム層、専用エレベーターから、 駅舎北側の比有料区域、使用時には乗客駅員改札使用後に協力。島式ホーム一面二線の駅で高架路の地下にある。当駅は公衆西赤伝統の旧市街とともに近隣に上下旧歩行街や堤一帯にはこの駅の近くにも多くの住宅やレストラン、デパートなどの生活施設。近所の住民が通勤のほか他の地域の市民や 観光客に、下へなら旧地区のほとんどが1号線経由し、東サイトへ。そのため、東サイトも1日の祝日がない、さらに人波を引き起こして、駅ホーム割の入れる町や、地下鉄の面でもよくそのため、当駅の実施トラフィック制御を維持する運営秩序。交差駅から、B 出口グ行大道路上下旧歩行街の西端の、第18メドからより長次路駅 D ーユへの距離にへ。 宝堂なら、交際機のトラフィックの圧力も、搭載とは少なくて、地下鉄でもアドバイス乗客利用交際機に旧、歩行街の往来、図分流部分長寿路駅の客。しかし効果は、あまり明らかでは。同時に、上下旧歩行街の中心に旧広場に近い、文化公園駅から、六号線が開通した後に、乗客文化公園駅への切り替えに旧歩行街、バイパス部分あたり駅の客。 1988年の地下鉄道網計画において、西関の駅と呼ばれる札幌駅は現在、そして駅より、西の位置、大体、青原道多方交差点。市民の意見を求めた後、最終的に形成された十字線網の企画。この計画には、同駅に一番の線の線を歩いて、東に移り宝道まで、現在の位置を変えて長次郎駅。 1994年8月、この駅の本格着工。1999年2月16日元旦当日、当サイトに起用、当日も1号線全線開通の日。ありがとうございます。